こんばんは、車級編レポーターのピカティです。梅雨の時期ってお出かけする足も重くなると思うんですけれども、それではもったいないですよ。阿蘇の梅雨には他の季節では見られない幻想的な光景が待っています。そんな阿蘇の梅雨の時期を皆さんに今日はご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。私は今自然豊かな田んぼが広がる場所にいます。ここを訪れた目的はホタルを見るためなんです。阿蘇のホタルは源氏ホタルが主で、なんと阿蘇市内で約60カ所も乱舞するんですよ。ちなみに今日本時刻の8時です。なんでこの時間かといえば、実はそんな源氏ホタルが最も綺麗に舞う時間が夜8時なんですよ。源氏ホタル乱舞を見るためのポイントは3つあるんですよ。その1が気温が18度以上なことです。その2は風のない穏やかな日です。第3つ目は湿度が高いことなんですよ。阿蘇でホタルを見るための参考にしてくださいね。来年も多くのホタルを見ることができるよう、ホタルのお持ち帰りや撮影の際にはフラッシュをたかないようマナーを守っての見学をお願いします。見頃の時期になりますと、阿蘇市の宿泊者対象にホタルツアーバスが運行され、浴衣でゆっくり阿蘇のホタル鑑賞ができます。それでは皆さん、幻想的昔ながらの景色広がる阿蘇の大地へお出かけください。待ってます。